オーストラリアは、オーストラリア海軍の巡洋戦艦。インディファティガブル級の一席で、オーストラリア自治領政府が、自国の海岸線を防衛するため、同国海軍の主力艦として建造した艦である。本艦は、1910年6月26日に、スコットランドのグラスゴーにある、ジョン・ブラウン社によって建造された。1911年10月25日に浸水式が、 行われた。1913年6月21日に竣工し、同年7月21日に、同国海軍の機関として、ポーツマスで、オーストラリア海軍に委任された。委任後の本館はオーストラリアへの開港途中に、南アフリカへの外交的な訪問の後、同年10月4日に到達していた、軽巡洋艦シドニーと共に人々に見送られながら、 シドニーに向け出港した。オーストラリアに到着後は国民にオーストラリア艦隊の異様を示すために、本館は南から東部の海岸線の主な港を訪問した。第一次世界大戦の初頭、本館はペ兵中将が指揮するドイツ東洋艦隊を発見し、攻撃するために太平洋に展開した後、1914年末頃に護衛艦隊入りした。 当時は、ドイツ帝国の植民地であった、太平洋側植民地を占領するための、連合軍側陸軍を乗せた、輸送船をラバウルまで護衛した。後に、本艦は、英海軍に対応され、ダンファームリン近郊ロサイスで本国の第二、巡洋戦艦戦隊に加わるために命令された。本艦は1915年1月28日に、プリマスに到着し、 同年2月8日に新しく編成された第2巡洋戦艦戦隊の機関となった。第2巡洋戦艦戦隊で、本艦は、北海で、紹介任務に就いたが、本艦は、ドイツ艦隊の接触時にはなぜか存在できなかった。その後、1916年4月22日に、農務の中、航海中に、姉妹艦ニュージーランドに衝突事故を起こしてしまった。 この損傷修理のため、唯一の機械である、ユトランド沖海戦にも参加できなかった。服用機を出させるオーストラリア。1918年3月に、本艦は、艦首一番砲塔上に設置された甲板から、服用機を出させる実験に、海軍で初めて使われた。同年11月21日に、ドイツ海軍航海艦隊のスカパフローへの引き渡しの中、 本館は、デアフリンガー級授乳要戦艦ヒンデンブルクを監視する任務についていた。本館は1920年にオーストラリア自治領海軍の機関として任務に就いた。しかし、全大戦により疲弊したオーストラリア海軍の財政は本館に積極的な運用をさせる余裕がなく、翌年の1921年12月12日に予備艦扱いとなり、 艦内の設備と記念品を陸上に移された、海没処分されるオーストラリア。同年に開催されたワシントン海軍軍縮条約に、本国イギリスが調印したことにより、本艦も保有枠を圧迫する旧式艦として、廃艦処分とすることが本国より要求されたため、オーストラリア自治領政府も、本国の意向には逆らえず、1924年4月12日に、 シドニー沖で自沈し、海没処分とされた。ありがとうございます。